島根県大原郡木須木町大あざ湯村あざ月の家。月の家神楽はここの有志によって行われている神楽です。明治政府による神主神楽の禁止を受け、明治9年この地の神主から付近の氏子へ伝授されたのが月の家神楽の始まりです。以前は他の地区の人々も参加していましたが、昭和になって月の家出身者のみで構成されるようになり、現在の名称となりました。出雲神楽の個体を残しているとして、昭和37年に島根県無形民俗文化財に指定されています。では前半部分にある北面の儀式枚を七座と呼びます。このたくさの神もその一つです。たく様の育ちは伊豆子お東山なり。にはもう一つ二人で舞う連れ舞もあります。環状七座の中でも重要な一段です。祭司は一足塀で拝んだ後、祝詞を奏上します。一月30日にあたる30番人の名を読み上げるのです。
日月星三光の御事、金城昨日大昼荷物の御事、天正大神宮、金城二日本田の御事、八幡大神宮、金城三日多治住の御事、加茂大明神、金城四日大山楠の御事、松尾大明神、金城五日祝い主の御事、大原大明神。二つの中連は激しく振られます。神々が降りてこられる様を示しています。三神祭、この舞は面をつける最初の舞ですが、ここまでは七座のうちに含めています。まず柴田が榊の枝を持って現れます。これを見とがめた山の神が柴田を追いかけ榊を奪い取ります。がめたも大御神は、我の神にてましますぞ。天正大臣。さて、あなたは。春日の明神。あらかしこきなる大御神よな。しかし、柴佐が自らを春日明神と名乗ると、山の神はかしこまって榊を捧げ、代わりに剣を授かるのです。この剣を信条ほどに、きっと四方を固められて将来かしこまって将来。最後に山の神は剣を持って災難を鎮めるために悪切りをして払い清めるのです。
つけての舞を能舞と言います。この田村もその一つです。伊勢の国鈴鹿山にこもる鬼人を退治するために田村麻呂将軍が登場します。と申します山は伊勢の国、伊賀の国、青梅の国の境の山にして熱の山と申しております。またその昔鹿の角に鈴が鳴ったかどうかは存じませんが鈴鹿山とも申しております。この山のふもとに長野様という長者様がございまして、この長者の息子に鬼丸とかいう悪人が一人出かれましたそうな。立派な将軍様がご登山がそばされますれば、きっとも大事がそばされますことと、我もこの様狩りを持ちに出しまして、山の草木、ぽつりぽつりと切れ倒す、なぎ倒して、山のご案内、すさい勤めますれば、ご登山用意、遊ばされそうらい。ではとき、おんことにてそう。地元の里人を呼び、異彩を訪ねると、里人は鬼は近くの長者の子の鬼丸であることを説明し、将軍のお供をします。やがて鬼が現れ戦いとなります。証拠さん、次こそ言わんこ任せらしい。田村は苦戦しつつも鬼を退治するのです。
三方工人、雨の御親の神が現れ、この山に住む悪魔を平らげ、国を鎮めると述べます。そこへ二人の鬼人、四夏彦、四夏姫の御事が現れ、戦いとなります。貴人たちは負けて降参。御親の神は今後は三方工人となって国を守れと諭し、兵を授けます。三方工人として国を守れを召し、しからばその意に従い立てまつる。最後に貴人たちは兵と芝を持って舞い納めます。猪火祭り、女官二人に続いて門戸の司が登場します。かまどを置き、ご飯を炊きます。そしてお椀にご飯を盛り、神前に備えるのです。
今度は鬼面の随官2人が盾ぎねを持って登場し、女官と共に餅つきをします。突き終わると、モンドの司が五穀の舞を舞って終わります。旧暦10月の亥の日に行う行事を能舞にしたものです。日の岬、この能舞は一夜を費やす神楽では必ず最後に行われます。まず日の岬大神宮が現れます。そこへ木利の国の彦春が攻めてきます。彦春はもともとは自分の山だった北山を奪い返して機械ヶ島にしようというのです。日の岬大神宮、司会正解、神羅万象、一切神霊の谷に住み、二つ岩根に供養して魔王の姿と見えけるは、そうもいかなるものやらん。国の国の小春ような。体が一筋に四国下もかや。そやや、たやにて四国は死ねど日の岬、わしに安城こそとどみたり、またこの山と申すは我が山、我が山仕事で神はどれどれぞ、かすがかとり、さあつたにしのみや、かにしのみさきがももるとも、このまじや。日の岬はこの彦春を迎え撃つのです。
江戸時代後期の台本を見ると、月の夜神楽の元となった神主神楽は隣の飯石郡の一部や出雲平野の下直江村の神主たちとつながりがあったことがわかります。それを受け継ぐ月の夜神楽は出雲神楽の中でも大変に希少な演目を残しています。この大切な神楽がいつまでも伝えられてほしいものです。